今月10日、中国の重慶江北国際空港で出発を待っていた機内で起きたトラブル。原因となったのは、女性の乗客の横に置かれた高級ブランド、ルイ・ヴィトンのものとみられるハンドバッグです。ヴィトンのバッグを床に置いて、という客室乗務員の指示を、女性の乗客が無視して拒み続けたことがきっかけでした。 地元メディアが伝えた客室乗務員の指示内容はこうです。乱気流などの事故の危険があるため、バッグは座席の下に置いてください。客室乗務員は声をかけ続けますが、女性は聞く耳を持ちません。女性が拒み続けた理由について、地元メディアは 女性が持っていたバッグはおよそ44万円相当と報道その上で高価なブランドバッグを汚したくないという思いから床に置くことを拒み続けていたのではと伝えていますこの事態を受け機体は滑走路から搭乗口に逆戻り女性は通報を受け駆けつけた警察官によって機内から降ろされました この件が報じられると中国の SNS には女性に対する批判が殺到。とと命どっちが大事こんんな人と出会いませんように女性のわがままにより高速の便にまでおよそ1時間の遅れが出るなど大きな影響が出たということです。